今回のテーマはアインシュタインプローブ打ち上げ成功です2024年1月9日アインシュタインプローブは中国最小衛星発射センターから調整ロケットにより打ち上げられましたこのアインシュタインプローブは中国科学院と欧州宇宙機関及びドイツのマックスプランク地球外物理学研究所の協力により準備された x 線天文衛星ですちなみに台湾ではこの打ち上げに際して中国からミサイルが発射されたという空襲警報が発せられましたアインシュタインプローブは時間領域の高エネルギー天文学に特化したミッションです x 線で見た宇宙は非常にダイナミックであり極めて高いエネルギーが放出される様々な種類の突発天体や 変動で満ちています例えばこの図はさまざまな突発天体の明るさと継続時間をまとめています横軸が時間で単位は秒です縦軸が明るさですさまざまな天体がありその空間分布も銀画面に集中しているものや東方的なものなど様々ありますこれらの激しい現象の探査は宇宙と その基本的な物理法則に関する理解を大いに進展させ、確信させてきました。そして、この分野をさらに進めるために、アインシュタインプローブは主に3つの科学目標を掲げています。一つは、さまざまな突発天体、特に微弱で遠く、まれな天体を発見し、特性を明らかにすること。二つ目は、通常は休眠しているブラックホールからの X 線の噴出を発見し、 特性を明らかにすること3つ目は重力ハイベントと関連する X 線天体を発見し正確に位置を求めることです1つ目と2つ目は大体いい同じような科学目標で2004年に NASA が打ち上げたスイフト衛星でたくさん行われている科学をエネルギー体を変え感度を高めて行うというものです例えば アイインンシュタインプローブの科学目標の一つである超新星ショックブレイクアウトはスイフト衛星により X 線の突発天体として発見されましたこの現象は星の中心部から放出されたエネルギーが星の表面を突き破り外側に衝撃波が広がる超新星が爆発する瞬間ともいえますまた第2の目標である休眠しているブラックホールについても スイフト衛星が2011年に、超積破壊現象として確認しています。超積破壊現象というのは、巨大なブラックホールに星が接近すると、ブラックホールの超積力に引きちぎられて、破壊され、星の質量の一部がブラックホール周囲の膠着円盤に取り込まれた結果、フレアアップして観測される現象です。この現象では活動銀河角と異なり 休眠状態のおとなししく隠れているブラックホールでも発生します最も顕著に観測されたのは2011年に観測された,スイフトでした史上初めて超積破壊の瞬間を捉えたこのイベントでは巨大ブラックホールが目を覚ました後長期に渡り X 線や電波の放射が観測されており 相対論的なジェットが形成されたことが確認されていますアインシュタインプローブではこのような既存の科学がさらに感度良く行われると期待されますアインシュタインプローブで特に期待されている科学は3つ目の目標である重力波を放つ天体の研究です近年人類は重力波やニュートリノといった 全く新ししいい宇宙をを観測すする手段を手段に入れマルチメッセンジャーー天文学がスタートしています新しい観測手段となった重力波やニュートリノはどのような天体現象から発生しているのかという疑問は現在の宇宙物理学の最も重要なテーマの一つですただし重力波やニュートリノを検出する装置ではどこから重力波やニュートリノが放たれているか 精度よく特定することができないため通常の光の観測で天体の詳細を調べることができません。というのも重力波の装置では光の観測と違い画像を取得することができません。そのため重力波装置で天体の位置を決めるためには複数の装置を用いてそれらの検出時間の違いを使い決定します。天体からのシグナルを検出する時間差を用いた 位置の決定方法をおさらいしておくと、このようになりますここではガンマ線バーストの場合を示しています。方向を決めるために、2つの衛星 A と B を1つのセットとして考えます。2つの衛星は、おおよそ10光秒離された関係にあり、例えば、赤い線で示した天体からの信号は、衛星 A では、衛星 B よりも5秒ほど早く検出されることになります。 青い線で示した方向からの信号も同じように5秒の差ができます結果として2つの検出器で観測される天体の方向はこのリング上のどこかになります実際の重力波の位置決定の図はこのようになっています縦に白く見えている筋が天の川銀河になります位置の誤差が非常に大きく通常の光で 太陽天体を探すのが非常に難しいことがわかると思います。現在観測が進んでいる重力波観測では、ライバーゴ、カグラの3つの装置が同時に観測を行い、合計4箇所での観測が行われています。この図は、GW170817 を3つの重力波装置で観測した場合の位置を示しています。 第5のハンフォードとリビングストーン間の迅速な位置測定が青でハンフォードリビングストンバーゴの3つの装置を用いた最終的な位置決定が緑で表示されています位置の不定性が劇的に改善され10度くらいの誤差になります10度というと通常の光で太陽天体を探査するにはまだまだ大きいですが探す天体が分かっていれば効率が格段によくなります このような重力波を捉える装置による位置決めとともに、重力波を放つとされる高エネルギー天体の探査を行えれば、光での太陽天体が見つけやすくなります。ガンマ線や X 線で、高エネルギー天体を探査する装置はいくつかありますが、そのほとんどは望遠鏡を搭載していないため、就航することができず、あまり感度よく探査できていません。そこで、活躍が期待されているのが、 アインシュタインプローブですアインシュタインプローブは前転を高い頻度で効率的にモニタリングし新しい x 線天体を定期的に発見するために広い視野と高い感度を実現する2つの機器を搭載しています1つは wxt と呼ばれる広い視野の装置です wxt はロブスターアイと呼ばれる 新しい X 線光学を用いた装置です天球の10%の広い視野を一度に観測するというユニークな能力を持っていますもう一つの装置は FXT です FXT は観測する視野は狭いものの WXT により新しく発見された X 線天体を即座に詳しく観測する能力を持ちますこの光学系は E、ロジッタに使われた X 線望遠鏡の技術が使われています少し詳しく見てみましょう宇宙からの微弱な信号を観測するためには望遠鏡を使い集航して検出機で記録します現代の X 線天文衛星の多くは可視光の望遠鏡と同じように鏡を使った望遠鏡が搭載されていますただし X 線は波長が短く 透過力が高いため、普通のガラスのレンズや、望遠鏡で集めることができません。そのため、X 線望遠鏡は、前反射と呼ばれる現象を利用して、X 線を1点に集めます。この前反射を利用した、X 線の望遠鏡は、ウォルター1型、射入射望遠鏡と呼ばれます。ミッションの科学目標やプロジェクトの制約により、作り方が異なるものの、 様々な衛星で使われています。アインシュタインプローブの fxt でも、このウォルター1型の望遠鏡が採用されています。ウォルター1型の望遠鏡では、この図のように放物面と双曲面を配置し、x 線を2回反射させて結像させます。一度以下というごく浅い角度で入ってきた場合にのみ、反射し、わずかに進行方向を変えます。 極端に浅い角度で鏡に入ってきた光だけを焦点に集めるため、集光力が非常に小さくなります。集光力を高くするためには、反射鏡を同心円状にたくさん配置する必要があります。その結果、この図のように回転放物面と回転層曲面の鏡を何層にも配置し、カメラに集光させて結像させます。アインシュタインプローブの FXT では、 ドイツのマックス・プランク地球外物理学研究所がイーロジッタと呼ばれる X 線での全天サーベイミッション用に開発した望遠鏡が使われていますちなみにイーロジッタは望遠鏡を7台も活用しすでにこのように X 線で全天観測を行っていましたがロシアの衛星に搭載されたためロシアのウクライナ侵攻に伴い運用を停止していますこのような望遠鏡では 非常に高い感度で観測を行えますが、焦点距離が長くなるため、一度に広い視野を観測することができません。そのため、WXT ではロブスター I という全く新しい X 線光学が採用されています。この光学系はロブスターの目のような微細な管やマイクロチャンネルプレートを使用しています。 実際のロブスター愛光学系の拡大画像を見るとこのようになります。20マイクロメートルという非常に細かい管がたくさんあります。この管を X 線が通過するときに管の中で反射され、ウォルター1型の望遠鏡のように管の中のどこかで2回反射された X 線が結像されます。管の中で1回だけ反射したものは十字の形の像を作ります。反射されない X 線は、結像することなく、バックグラウンドとなります。ウォルター1型のように、解像度を上げることはできませんが、光を焦点に集めることができます。さらに、この光学系の利点は、プレート自体が急対称のため、理論的には、広い視野全体で均一に、X 線を集光することができます。そのため、これまでのモニター型の全天 X 線監視装置では、 実現ででできききななかった光がが感度よよく観測すするることができるようになりますつまり光で重力波の太陽天体を効率よく探せることになりますこの光学系の宇宙空間における実証実験はすでに行われておりこのような画像が取得されています左が実際の観測画像で右が予想されていたものですほぼ予想通りの画像が得られています アインシュタインプローブは打ち上げ後高度600キロメートルの軌道に到達し96分ごとに地球を周回しています。今後6ヶ月間かけて本格的な観測に向けた準備が行われます。今後の進展が楽しみですね。この動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また。 発信の機会を増やすために、Q、Twitter、X と Instagram も活用しています。よろしければ、こちらのフォローもお願いいたします。